ラジオかなザワが入居する北国新聞会館屋上に送信アンテナがある株式会社ラジオかなザワは石川県金沢市及びその周辺地域を放送区域として超短波放送を行っている特定地上機関放送事業者である北国新聞系列のコミュニティ放送局で同一の愛称でコミュニティ放送を行っているサービスエリアは 金沢市と周辺の市長。金沢市内でも数少ない高層建物からの送信であるため、消失力ゆえの受信可能エリアの狭さに悩まされるケースが多いコミュニティ FM の中では、良好に受信できる部類にある。また、金沢ケーブル及び優先、金沢東部環状道路のトンネル区間では、ラジオかな、沢の再送信を実施している。ただ、 金沢ケーブルによる同局の再送信の周波数は 78.6MHz であるため加入世帯内やケーブルからの漏えいが起きるところでは FM 化、北斗渾身が多く発生している。また、放送エリアがほぼ重複する野々市市の FM、N1 とは対象リスナーの差別化などを行っているが、競合同然の関係にある。旧野々市町時代には、 町内のスポーツクラブ、V10 のノイチにサテライトスタジオを設置し、美転サテライトスクエア、サンデースタイルカフェなどの一部制ワイド番組を放送していた。2016年4月1日からは、J 芝インターネットサイマルラジオでも配信を開始し、姉妹局のラジオ小松、ラジオ7を、ラジオ高岡でも同様に配信を開始した。ただし、 夜間の音楽番組などは聞くことができない。対象とするリスナーは、主に中高年層。地域に密着した情報や演歌、歌謡曲の音楽番組を多く編成。自社制作番組以外の放送時間は、ミュージックバードから番組配信を受けているが、早朝並びに夕方以降は、コミュニティ放送向けの個別番組を一切ネットせず、演歌の音楽番組が放送される。 なお、祝日、ゴールデンウィーク、お盆、並びに年末年始は、自社制作のワイド番組が、放送休止となっている。同じく北国新聞系列の石川県内にある、ラジオ小松、ラジオ7を、富山県高岡市のラジオ、高岡の姉妹局を持っている。特に、石川県内の2局とはネットワークを組み、番組の相互交換やネットを行っている。 2012年10月1日からは、ラジオ、高岡へのネット番組を開始。ラジオ、高岡では、平日の昼間と夕方のワイド番組をネットし、さらに2015年7月1日、月から、木曜のラジオ、高岡での自社制作ワイド番組打ち切りに伴い、平日ピルマのワイド番組のフルネットを実施している。一方、自社制作番組は近年減少傾向にある。 自社制作番組の比率は FM 石川と並び北陸地方では最低水準にある。特にワイド番組が休止する祝日や年末年始は自社番組がほとんど放送されない場合が多い。2022年1月時点。現在の番組の詳細は公式サイトの番組紹介、あるいは番組表を参照。太字は 生放送の番組で、祝日、ゴールデンウィーク、お盆、年末年始は休止となる。2022年時点。ラジオかなザワでは、日曜日の深夜帯に放送を休止している。以前は、石川県内のコミュニティ放送局で唯一であったが、FM、N1 も2018年から、日曜日の深夜帯に放送を休止している。 オープニングやクロージングが一切放送されず、定時に突如終了や開始される形態となっている。なお、放送休止時間帯は完全停波とならず、無音状態となっている。また、月曜日から土曜日まで、一部の時間帯において、時報を流している。一方、ステーションブレークの時間帯においては、自社が推薦する演歌を、CM 同等として放送する傾向があり、 系列局と比較すると、スポット CM が放送される割合が低い。ありがとうございます。